皆さんの中にもいろんな党の支持者の皆さんもいらっしゃると思います。でも知事だけはやっぱり発想するしかないんです。皆さんの力を十分に発揮していただいて、この選挙においても発想さんがしっかりと結果を出せますように皆様のご支援心からお願いを申し上げたいと思います。災害公営住宅もどんどんできまして、これも県によっては市町村しか作らない、基本的に県は作らないという県もあるんですけれども、岩手では半分は県が作ろうということで急ぎ完成させた。